なった後から、スカッとできなくなったなぁ。そうだ、マリサの方に行ってみよ。おいマリサ。なんだジェレイム、朝早くから呼んでまさか、火星に行ったぁ。ピーヌ氏が戻ってきたみたいに、冗談を言いに来たのかぜ。そうださ、不明から手紙届いてきたんだけど、なんか暗号がついていたから。どういう暗号？こういう暗号だぜ。なんか数字と場所を表しているね。もしかして、ここに飛ばされたー、ピーヌ氏がいるかもしれない。暗号がわかったら、コメント欄で書いてほしいぜ。そうしたらマリサ嬉しいぜ。締め切りは、次のクラバンさんの企画参加動画の最後で発表するぜ。